どうもこんにちは、ミカツです。今日はこちらを紹介しようと思うんですけど、あの、まあ、激安ネットワークカメラのアトムカム2の今回新型が出ました。アトムカムスイングです。来ました。大きさはね、まあ、倍ぐらいの大きさにはなってるんですけど、まあスイングですよ。これカメラ動くんです。で、前回ね、まあ、3000円で買える激安のカメラなのに機能がものすごい豊富って話をしたんですけど、今回も安いです。これね、スイング機構がついてて4280円ですよ。激安、しかもちっちゃいので、まあ、先着5000台はさらに安くて3980円というね、とんでもねえ価格なんですけど、ズームし箱の中から箱が出る。さあ行きましょう。こんにちは。うわ、出た。こんな感じ。まあ正直、まあコンパクトさっていう部分に関しては、まあ普通のモデルの方がいいんじゃないかと思うんですけど、要はここがね、ここが電気仕掛けで遠隔操作で動くわけですよ。で、ちゃんとチルト側も動く。しかもこれ、真上、もしくは天井につければ真下。すごいな、垂直まで行くんだ。まあこれは見えないだろうっていう話なんですけど、まあここのぐらいまでかな。下側は真下まで行けるんで、まあ上からこう吊り下げる形で使うのが一番いいんじゃないかなと思います。で、ここに、まあリセットボタンと、それからマイクロ SD カードを入れるスロットがついてますね。ここの中に電源のね、USB のマイクロですね、がついてます。で、まあ、ここに三脚ネジがありますね。はい、付属品は、まあ、AC アダプター、それから USB のちゃんとこれ L 字になってる線が付属してきました。さあ、それではですね、ちょっと台座を、アトムカム2のやつをちょっと付けました。まあ、三脚柄がついてるので、まあ、この辺の付け方はね、いろいろ自由にできるんじゃないでしょうか。自分はちょっとこれを使いました。ではセットアップしていこうと思うんですけど、まず電源につなぎます。はい、電源つなぎました。はい、おー、来た。おい、動く。まあ、このアトムカムのアプリを使っていくわけなんですけど、このプラスボタン押してあげると、どれをつなぎますかっていうのが出てくるんですね。で、ちょっとまだね、これ新商品なので、このアプリには出てこないんですけど、このアトムカム2の方からちょっと設定していこうと思います。で、フィルム剥がしました。電源ケーブル入れました。リセットボタンを押し続けます。リセットボタンは、ここか。リセットできました。はい、早いね。接続待ちです。はい、接続待ちです。まあ、あとはもうアプリの指示に従って、まあ、ポンポンポーンとやっていけば、これをね、これを読ませるんですよ。こうやって QR コードを認識しました。はい、アプリが自分の家のこの Wi-Fi に合わせてこの QR コードを都度作ってるってことなんですかね。まあそんな感じでですね、もう終わりです。こんだけなんです。見たいカメラを押す。そうすると、はい、見ました。あのね、もう一回やりますね。このアトムカムのすごいところって、ちょっと他のメーカーのとかと比べて、じゃあ見ようって触ってから繋がるまでがすげえ早いんですよ。もう繋がってるんですよね。で、当然ですね、まあここジョイスティックがついてるわけなんですけど、ちょっと見えかな。ジョイスティックを動かすと、まあこのようにカメラ動いちゃうんですね。まあそもそも広角なわけなんですけど、それがこう動かせるのでかなりいいですよね、これ。で、前回のアトムカムの時にもちょっと言ったんですけど、まあ、機能が非常に豊富であるということで、まずちょっと設定の方を見てみるとですね、夜になると赤外線のライトをこいつが自らこう照射することで、人間の目には何も見えないんですけど、赤外線のライトを照らすことで、まあ、白黒でね、明るく見えるっていう機能がついてます。はい、高感度 CMOS を内蔵してますので、薄暗くてもカラーでね、綺麗に映ると。 iPhone で撮るとこんなに暗いのに綺麗に映ります。で、まあその辺の細かい設定はね、この辺でできるようになってますね。そして検出設定、モーション検知が今回もついております。で、人体検出、犬猫検出、感度調整で、検出エリア、まあ検出エリアに関しても、まあどこの辺を検出しますよ。要するに風とかでいつも動いてるキーとかがあったら、そこは反応しないようにとかね、
まあ、そういった設定がちゃんとできるようになっていると。でサウンド検出、これ音を、ね、マイクがついてるんで音を検知した時に、まあ、通知を出したりとか、あとは火災報知機とか使用警報機の音を探知する、検知するっていうこともできるようになってます。でそれらのことをスケジュール設定できるんで、例えば平日の朝8時から夜夕方5時までは検出しませんとかしますとか、そういったことができると。で、まあ、他にもですね、もう本当機能豊富で、パンスキャンっていうのは自動パンスキャン、勝手にこれカメラがウィーンウィーンウィーンってこう回っていろんな方向を見てくれるっていう機能も、まあ、ついてるし、で当然モーターの動く速度だったり位置のリセットだったりっていうのもできるようになってますね。だいたいそんな感じでパパッと今ちょっと説明しちゃいましたけど、あともう一つがマイク、ちょっとこれ今近いから、あ、はいはいはい、ちょっと後でやりましょうか。同時通話できるようになってます。では、ちょっとうちの場合はですね、これワンコ部屋につけようと思ってまして、いつも出かけてる時留守番してるワンコを見れるようにねしてるんですけど、まあ当然外出先からも操作できて見れて、外出先から声をかけるとか、もう人間がいたらそこで会話したりとかっていうこともできる。で今回そう大事なことを言うの一つ忘れてたんですけど、これね防水なんです。まさかの防水なので、実はこれ外でも使えるんですよね。まあ、当然ね電源の線は必要になりますけど、ただしですよ、Wi-Fi って家の壁から外へってあんまり飛ばないんですよね。飛ぶのは飛ぶんですけど、ガッとアンテナがついてるタイプじゃないとなかなか受信しづらい。で自分なんかはもうこの Wi-Fi のねカメラ用にルーターをもう専用にもう窓の外に電波出すようにこう設置してあったりするんですけど、防水だからじゃあどこでも Wi-Fi これ外で無線で つなげられるよねっていうのはちょっと気をつけた方がいいです。電波状況によります。はい、ではちょっとワンコ部屋に設置してみようと思います。さあジェイコさんがね今映ってるんですけど、今ねちょっとねじゃあ会話してみましょうか。こんにちは。声の感じどうですか？聞き取りやすいですか？聞き取りやすいです。はい、とまあこんな感じで、まあ、同時通話もできるし、ジェイクさんちょっと左右に動いてもらっていいですか？はい、今ねこれ動体検知です。ジェイクさんをロックオン、ロックオンしてるわけですね。まあ会話もできて、胴体今人体検知ですかもすると。なので不審者が来た時にそれをスマホに通知するっていう使い方もできるわけですね。でまあこのように拡大して、まあここワンコたちがねいる場所なんですけど、こう拡大して様子はどうかななんて言ってね見ることもできると。まあ今ワンコの話してますけど、当然ね赤ちゃんだったりとか、もしくはまあインターネット電話代わりにまあ使うこともできなくはないかなといった感じです。あとは不審者来た時に、おい何やってんだとか、あとはお隣さんと仲いい人だったら、お隣さんに、誰々さんつって不審者いますよみたいなね。まあそのセリフはね、ケースバイケースですけど、はい。まあそういう使い方もできると。で、こうやって全画面にしてる時はもう画面を触れば、こういう風にまあ動かすことができますね。はい。という感じでですね、非常にこれ素晴らしい。アトムカムシリーズはね値段が激安なのになんか精度すごい高いんですよ。でこれ防水ですからね、こう本当はねちょっと玄関につけたい。玄関につけてピンポン押した時の様子をね、インターホンなんかよりよっぽどこれ鮮明に映るし、でこう動かせるし最高ですよねこれ。はい、ということで、まあ大きさもコンパクトで防水で画質も素晴らしくいいと。当然ね、夜間ナイトビジョンついてるので、まあ、真っ暗闇でも、まあ、白黒で明るく見えると。まあほぼフル機能を搭載していて、カメラ自体がウィンウィンと動いて、でこう真下まで見れて死角なしといったところで、まあこれこんだけのものって普通に買ったらすごい高いですからね。それをまあ4000円程度で買えちゃうっていう時代ですよ。はい、ということで今回はアトムカムスイングの紹介でした。素晴らしいです。以上です。じゃあいね。
さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。